こんにちは、吉谷さん、そして動画をご覧の皆様、もうね、この速稼塾のやり取り、億万長者合宿レイジ、そのね、吉谷さんのドリアカとのやり取りなんですけども、このキャッチボールも、第3話が終わるところですかね。1話だいたい1000でやってますんで、今回995話ということで、あと残り少ない、今日中にこのリレー終わるのかな。ちょっと名残惜しいですけどもね、まあ、次のシリーズを楽しみにしていただきたいと思います。まあ、結論としては、やりましょうってことを言い続けることと、俺たちはやり続けてるよっていう風な背中を見せ続けてること、もうこれに尽きるんですよ。きっとですね、どんな情報商材の販売者さんも、結局はあなた次第ですよと、あなたがやるかどうかですよってことを言われてると思うんですけども、ただ私たちと他の情報販売者の方を一括りにして申し訳ないんですけども、違うのはやり続けてないってことなんですよ。ほとんどの方はやり続けてないです。で、中にはね、ものすごい猛烈な人気者であるキングコングの西野さんとかね、それから堀江貴文さんとかね、すごいですよね。あれだけのネームバリューがあって、しかも続けていて、最初は鳴かず飛ばずだったというね、堀江門チャンネルっていうのも YouTube やってますけど、最初は再生数本当俺なんか勝ってるじゃんって思うぐらいだったですからね。でもしっかりとした内容で YouTube チャンネルが知られていけばいくほど、これは広がっていくんですよね。それも広告で知らせたわけじゃなくて、自分の活動で知らせたわけなんですよ。例えばこっちで活動してる時にこっちがあるよっていうし、こっちで活動してる時にこっちがあるよっていう、もう全部自分で自分のセルフ CM してるわけですよね。だから外注化してないんですよ、 CM もほとんど外注化してないです。で、出版も結局何のためにするかっていうと、インターネットに引き込むためですよね。そう考えると、昔ね、スマホアプリなんとか教室ってあって、私そこに引っかかって入ったんですけども、マトリックススマホ教室ですよね。結局はスマホを見てるところから自分のメディアに飛ばしましょう。最初の4000文字が終わった頃に一息つきたいと読者さん思ってるから、その時に動画で挨拶してこっちに引き込むんですよっていうのがあったんですけども、本当にね、本って最初のそうですね 5% 読んだところで一息つきたいんですよね、一息ついてトイレに行くとか、飲み物飲むとかね、はーって一息つくとかね、その時に文字から動画に切り替わったら、この動画を見たら休憩しようと思うわけですよね。でもその動画を見たら気持ちがカラッと切り替わって、こうセールスを受けちゃうみたいな、そんな流れがあるんですよね。やっぱりね、その吉田さんのね、情報商材バイブルも結局同じ仕組みで、連絡したくなる、要するにリストを提供したくなるんですよね。それはそこまでのそのテクスチャがね、文字がものすごく信頼性に富んでいて、しかもものすごいこう行動力なわけですよね。吉田さんの本ってすごいぶっといじゃないですか。最初ちょろっと読んだ時に一息つこうかなと思って、一息ついたらまだこんなにあるぞと、どこまでこれ書いてるんだ、濃いなと思って最後まで読む人はなかなかいないと思いますけども、いやでもね、本当にやりましたね。いやー、本当にね、この動画も今までやってきた動画の本数よりもこれからやる動画の本数の方が多いですからね、圧倒的に。ということを考えると、どこまでこの人たちはやるんだみたいに思っていただけるんじゃないかなと思います。ただし私たちは有名人じゃありません、有名ではないんで、本当にね、商売で言うと駅前の一等地とか大学の周辺っていうのはね、土地が取れなかったんですよ。要するに有名人じゃないんですよ、私たちは。超ローカルなんですよ、ね、鹿児島と広島の福山、超ローカルです。ローカルなんですけども、でも全国全世界に私たちの声は届くんですよね、インターネットってものに載せて。ですんで、あなたも決して無理ではありません。なんで無理かっていうと、あなたがやってないからなんですよ。そしてやり続けてないからなんですよ。私は2013年にやりました。そして今でもやってます。これからもやるでしょう。で、この重圧さですよね。吉谷さんも同じです。自分に力がないと思えば思うほどやるんですよ。自分に力があると思っても多分やるでしょう。結局はやるんですよね。この永遠にやり続けるにかなうものはないと思います。最後に有名人を2人紹介します。手塚治虫さん、生涯に400作品以上をリリースして、そして何回も同じ作品書き直してます。これでまかってくらいね、書き直してる、一から書き直してるのもあります。同じ作品を全く違う結論になったりします。で、アニメ化もむちゃくちゃしましたよね。翻訳も世界中にむちゃくちゃされてますよね。手塚治虫さん、一つ一つの作品がすごいのに、これだけ量産した人はなかなかいないんじゃないかなと思います。漫画家の神様ですよね。そしてピカソも戦争っていう絵がすごく有名ですよね、落書きみたいなの。でもあの人は絵そのものもピカイチなんですよ。で、あの人がなんでね、あれほどまで有名になったかっていうと、あの人実はね、1万点以上作品出してるんですよ。そのうちの一部が超有名になってるんですよ。
そのうちの一部が超有名になったから他のまで有名になったんですよ。こんな順番です。ですんで当たり続けるまでやると当たったものから当たってないものに日が差すってことがあるんですよね。私はこの億万長者合宿レイジっていうのは内側から湧き上がる、まさにね内側から湧き起こるレイジ、もう感情ってものなんですけども、まさに、ね、そのぐらいもう溢れ続けるものをね私たちは持っていきたいなと思います。これはね自分たちのためでもあるし、この世の中のためでもあるし、次の世代のためでもあるし、でも結局は自分の人生のためですよ。他の人がどう思ってようと、どう見ようと、そんなのね受け取る人が決めます。私たちは自分がやったことに自分自身でどう評価するかってことが問われてるんじゃないかなと思います。後悔ない人生を送りたいですね。それでは行ってらっしゃい。